過程にですね、踏み台とか、雑誌もしくは、新聞紙の何かこう厚みのあるものがあればでいいんですが、もしこういうものがあればこういうものをちょっと高さのあるものをご用意していただいて、まずつま先だけ乗っかっていただきます。ちょっとバランスが取れない方は前にもし何か台があればキッチンとか台があればそこに少し手をついていただいて、完全に体重は乗せない状態でこのままかかとをグッと下ろしていきます。よくながらトレーニングでつま先立ちをする方ってすごく多いと思うんですが、つま先立ちも間違いではないですが、結構パンプスとか履いていらっしゃる方って普段からここがアキレス腱が縮こまっている状態で足首の太さが気になるという方は、ここがアキレス腱が癒着している方がとっても多いので、まずここを伸ばしていただくことがとっても大事なので、こういうふくらはぎ、アキレス腱を伸ばしたりだとか、こういうふくらはぎを伸ばすストレッチを取り入れてあげることがとっても大事なので、ぜひやってみてください。じゃあ3つ目のながらトレーニングのスクワットをご紹介していきます。スクワットもいろいろ種類があるので、そちらそこも含めてご紹介させていただきます。先を閉じて腕は肩にクロス、そしてそのまま腰を下ろしていきます。背筋はキープ、後ろに突き出さないように動かしたい。これが、膝の上のお肉に効果があるやつ、で足を肩幅に広げていただいて一回落としていきます。これはこうすることによって内太ももにも効果があります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。